南愛理です。青色担当です。9月12日生まれです。趣味は音楽を聴くことです。特技はピアノを弾くことです。もともと一期の皆さんが好きだったので、私もそうなりたいと思ったので応募しました。すごい一期の皆さんに憧れていたので、すごく嬉しい気持ちと、自分で大丈夫なのかなっていう不安もあったんですけど、すごい嬉しかったです。すごい夢のような感覚で、今まではすごいステージでしか見えなかったあみちゃんと普通に話せるっていうのが少し変な感覚だったんですけど、なんかこれから一緒に頑張ろうって言ってくれたので、すごく心強かったです。たくさんあるんですけど、私は特技がピアノで、音楽を聴くこともすごく好きなので、何かこうピアノを生かしたことができたらいいなって思います。いろいろ至らない点もあると思いますが、これから3年間頑張っていこうと思っているので、よろしくお願いします。ゆうきゆたです。緑色担当で、誕生日は7月6日です。趣味は絵を描くことです。特技は人の悩みを聞くことです。と、私の大好きなお姉ちゃんがティップトーをおすすめしてくれて、それからティップトーを知ってオーディションを受けました。ティップトーに落ちたら、これからどうやって生きていこうか迷ってて、でも受かった時に、ああこれからやることが見つかったんだと思って、すごく嬉しかったです。ああ本当に存在するんだなって思いました。やりたいことはたくさんあるんですけど、まずはやっぱりあみちゃんにドッキリを仕掛けたいと思っています。まだまだ未熟な私なんですけど、これからたくさん頑張って成長していくので、温かく見守ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ひなあみです。担当カラーがオレンジで、誕生日は10月1日です。趣味は、はい、カラオケです。特技はないんですけど、自分の誕生日が10月1日で気に入ってます。でも一期の時のメンバーがみんな卒業だったんで、新しい人と仲良くできるかなみたいな、幼稚園児みたいな気持ちでした。第一印象、でも切符っぽいなって思いました。今まで先輩のメンバーを見て割と真似して撮ってたんですけど、今日は自分が一番経験者っていうことで、すごく見られてて恥ずかしかったです。でも新しいことにチャレンジするのも大事だと思うんですけど、ライブとか今できない状況なんで、またできればいいなって思います。あ、お久しぶりです。ひなあみです。長い間、予想以上に長い間会えなかったんですけど、新しいメンバーとまた私でティップを頑張っていくので、応援よろしくお願いします。